この夏、高校生になってわずか4ヶ月の選手が陸上界を驚かせました。それが富士市立高校1年小針明です。将来の夢はオリンピックに出場することです。日本期待のスプリンター小針明、高校1年生ながら主戦場である 100m では夏のインターハイで2位、秋の国体でなんと日本一に。特に10月の全国では高校1年の日本歴代2位の記録をマークし、一躍将来を期待される選手として脚光を浴びたのです。まさか自分の思ってる高校新県高校新出ると思ってなかったので、それもやっぱすごい嬉しかったです。彼女のスピード、それはスイングに秘密がありました。スイングとは走っている時に後ろ足を前に持ってくる動作。それを素早く行うことで回転率が上がり、前への推進力が生まれます。彼女の走りは回転率が高く歩幅も大きいため、好タイムを出すことができるのです。さらに始まりますよ。今年もあえて不安定な足場を作り出すトレーニング、体幹の強化を幼少期から続け、爆発的なスピードが落ちない安定したフォームを身につけました。トレーニング器具が私の遊び道具みたいになってて、で家にあってお姉ちゃんとかやってて、でやってみーって言われてやって、まあ、それで遊んでるっていう感じ。楽しかったです。この背景には家族の存在がありました。父が監督、母がコーチを務める陸上クラブがきっかけで競技を始めた彼女。3兄弟の姉と兄も陸上をしていて、長年切磋琢磨してきました。尊敬してます。自分が強くなりたいと思ったのもお兄ちゃんお姉ちゃんのおかげなので、分からないとこをちゃんと言ってくれるあたりが自分の改善点につながってるので。そして力を磨いてきた彼女は、今年進学した富士市立高校でも陸上漬け。こうした負荷の高い身体的なトレーニングだけでなく、授業を除くと、陸上のメカニズムを学びたいと県内で唯一スポーツ専門学科が設置された富士市立への進学を決めた彼女。速く走る方法を理論的に学んでいます。自分がに必要なトレーニングだったりとか、その自分がどこができていないかとか、あとは今後自分にどういうトレーニングが必要だっていうのを自分で考える授業でした。自分に足りないものが何かっていうのを再確認できるので。学業でも成績優秀、競技に生かされていると実感しているからこそ手は抜きません。細かいことを自分でちゃんとコツコツできるような選手になりたいと思います。陸上界期待のスプリンター小針明、生活のすべてを陸上に捧げ、夢のオリンピック出場への道を駆け抜けます。出る全国大会すべてで優勝することが目標で、パリはリレーメンバーで補欠でもいいので出たいな、オリンピックに出たいなっていうのがあります。将来はオリンピックに出て世界で活躍できるような選手になりたいと思います。
Thank you.